はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイドの変身パッドデラックスガシュコンバグファイターです。はい、2016年11月26日本日発売のガシャコンバグバイザーを購入しましたね。はい、ゲームの武器であってグラファイトに変身するためのアイテムではありますね。はい、1個前のベイブレードの動画で、募集しましたコメント採用ね、はい、あれの返事はですねこの動画の最後の方でやらせていただきますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。はい、それと、この動画でも、コメントを引っ張ってきて、また次の動画の最後の方にやりたいと思いますので、ぜひこの動画のコメントもよろしくお願いします。はい、します。では早速開けていきましょう。しょう、オッケー。はい、よいしょ。はいはい、こちらがガシャコンバグバイザーですね。はい、はい、こんな感じになっておりまして、うん、こちらに A ボタン、こちらに B ボタンありますね。はい、でこれがグリップ、エシン君持ってるね。はい、グリップです。でこの状態でまずパッドモードっていうのができますね。はい、うん、じゃあまず電源を入れてみましょうか。はい、ここ下にありますね。せーの、ガシャコンバグバイザー。おお、怖い。バグバイザー。はい、じゃあまず B ボタン。はい、これね、ウイルスを撒いてるんだって。うわー。で、AB ボタン同時押し。はい、せーの。AB ボタン同時押しはノイズ音なんだって。ほう。うん、これで A ボタンを押すと変身待機音が鳴るみたいです。はい、じゃあ押します。はい、せーの。うわ、すごい、面白い。で、この、こちらの方にグリップをセットします。はい、せーの。グラファイトや。これでグラファイト変身だね。てか音がめっちゃ良くてびっくりしちゃったんだけど、うん、今ビームガンモードですので A ボタンで通常攻撃、はい、そうだね。で B ボタンでスペシャル攻撃、はい、ああ、もうこれ押すだけなんだね、トリガーとか引かないんだね、うん、はい、これこのボタンを押してグリップを外します。はい、お、鳴った、うん、で反対側にグリップセット、はい、B ボタンの方だね、うん、ギュッイーンって言ったね、うん、で今度はこれ入れ替わって、こちらが通常攻撃でこちらがスペシャル攻撃ですね、はい、で B ボタン、あー、チェーンソーだからね、うーんって言ったね。なるほど、じゃあ今度スペシャル攻撃、はい、なるほどね。気になるのがちょっとね、ここにねトリガーみたいなのが実はちょっとあるんだよね、うん、これが気になりますね、うん、で一応ここにガシャッと刺さるようになってます。はい、プロトマイティアクション X ちょっとセットしてみましょう。はい、確かこういうんだよねかな。きた、売れた。これは特にこのままなのかな。ここにトリガーがありますので、それ一回押してみましょう。はい、お、あ、変身音かな。あ、なんかここ出てんね。うん、もしかしたらレベル 4? レベル4なんかな、これ。わかんないけど、ちょっとでも暗くてわかんないね、これ。銃っぽくなりそう。あー、そうだね、うん、でもちょっとなんかきつくないこれ、うん、あ、でもこういう感じか、うん、そうなのかな、多分。なんか長めのガシャットとかが出たらいけそうだね。うん、ちなみにバグバイザー、うん、ですが、この裏にこの小さなボタンがあるんですよ、うん、このグリップをセットするときに、うん、手が押されて鳴るっていう。あ、そうだね。でこれを同時に押して、なんかね2つあるからね、うん、このボタンをカチッと押すと、なんかここが光って、そうそうそう、まあ今やんないけど、なんかね、ネタバレになっちゃうからね、うん、これ本当はさ、これ鳴るってしか書いてないんだけど、うん、光ったんだよ、うん、光った。なんかね、そういう機能が隠されてるんだなっていうのが今後楽しみだね。うん、はい、それでは私はガシャコンブレイカー、じゃあ僕はガシャコンバグバイザーで対決だ。うわ、ちょっとすごいウイルス、
マスクしてるから大丈夫、マスクしてるから大丈夫だよ。しまった、なら何すんだよ。乗りよかったな、バグスターに。あーうー、姉さんは、姉さんやめてくれ、くしゃくしゃ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 、うわぁチェーンソーだ。うわぁでは必殺技をするしかない。あいつには必殺技がないから。なるスペシャルコールだ。おぉうわぁ早いよ。うわぁうわぁうわぁマイカーやほらほら。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼードの変身パッドデラックスガシャコンバグバイザーでした。イエーイはい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、それでは前回の動画のコメントをですねちょっと読ませていただきたいと思いますね。はい、はい、A シン君動画が終わってから何してるんですか。だって宿題とかそんなにしています。そうだね、宿、うん、よ結構宿題が多いかな。うん、うん、そうだね。そういうふうにいろいろ時間は都合してやってますね。はい、はい、もう一つぐらい見ましょうか。はい、メタルファイト世代です。 A ちゃんと同じ年齢くらいの時に出てハマりました。おーバーストとは違う迫力があって面白いです。ぜひやってみてください。あ、メタルファイトね。うん、うちやな、なんか一つ持ってたよね。あれメタルファイトだったのかな。わかんない。かもしんないね。 A ちゃんがちっちゃい頃にね一個だけ、うん、買ったベイがあるんだけど、うん、僕がマンドが好きで。そう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 、メタルファイトもね興味があるので、うん、探して見つけてあったらやってみたいと思います。はいはい、ということでこんな感じでですね、いただいたコメントのちょっとコメント採用させていただいて動画の最後に毎回これからしばらく入れていきたいなというふうに考えてますんで、はい、今回の動画のコメントも次の動画の最後の方にですね読みたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんコメントしていただければなと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。